全部舐め回すように探す。よせぞ。やばいやばい、なんかぶん殴ったナチョは。もっと叩いてって言ってたよ。お前首、お前ほうき持て。アリケンが邪魔して。いらっしゃいませ。アリケンに私のせいにされました。いらっしゃいませ。こんにちは。はい、こんにちは。安心してます。はい。マジかよ、やばいな、それどうしよう。いや、配信中じゃん、こいつ。何、何、今日何裏で遊ぶ回だったの、このゲーム。うーん違うんだよ。もったいなさすぎるだろ。これ、だいぶ裏で遊ぶにはちょっと厳しいぞ。ねなんか一応軽く確認したけど。どういうこと、喧嘩になるってこと。いや、なんか、その、結構雑談メインになるから。へ、あ、そうなんだ。そう。俺、仕事に前向きだよ、俺は。だねえ。話してたら怒られるんじゃないの、うん、全然。あー、さすがに、さ、夢中に夢中で真剣で裏でやるような、うん、だから今日あれでしょ、店長とアルバイトに分かれるでしょ今日から。あ、鬼店長やらせてもらいますよ。うわ、いやだ。うわ、やばい。真珠の店長マジでやめます。俺バイトリーダーにしようかな、うん、ならバイトリーダー。みんなどこがいい。私のバイトリーダー。お前バイトリーダーなわけないだろ。お前一番使いない真珠が。俺じゃあ他店舗からのヘルプで。はははは、細けえな。あ、どうも渋谷支店から来ました、そんな細かく設定しやがるんだ。あ、みんな設定作った方がいい。マルチン高木はあれだよな、高校生で初めてバイトしたやつ。あ、そう、うん。うわ、肩見せめえぞ。カルビーあれだよ、あのパートの主婦さんだよ、お前。おばちゃんじゃねえかよ。ね、年齢もね、年齢も確かに近い。で、カルビー無能な、無能で高校生に見下される。優しさだけでどうにかごまかそうとする能力のないおばちゃんな。マジでリアルだからやめて。経験はあるけど高校生より無能なおばちゃん。うん、ポケットからよもぎむむるに取り出して、これでなんとかって。よもぎババアって陰で呼ばれる。マジで嫌。バイトってマジで来るの早いやついるよな、やる気あるやつ。わかるわ。あれ何なんだろうな。意味ないのにな。もったいないよな。いや、本当にわかる、うん。意味ないのに。なんか、やめてほしいよね。あれ、うん、あれのせいにさ、ギリギリに行くのがなんか。そうなんだ。なんか10分前。いや、悪いみたいな雰囲気になるじゃん。10分前に来いみたいに言ってくる人いたけど、なんで10分前に行かないといけないのか意味がわからん。10分前には行った方がいいんじゃないか、アルビ。着替えとかあるから、多分。いや、だってね。着替えも労働に含めてな。ぴったり、まあ、着替えも労働に含むって言うけど、お前ぴったり行ってそっから労働に含むんだからね。まあそうだよな、いいじゃんって思ってた。でもカルビは能力ないんだから早く、ね、そうなんだ。お前無能のくせにそんなこと言うのよ。 そ、 、うん、それできるやつが言えるやつだ。そう、有能なやつがそれ言ってるの分かるけどさ。違う、私ね、実はね、あの、うん、能力がなさすぎてめっちゃミスするタイプだったんだけど、うん、実はね、だろうな。今それで話通ったけど、ミスしすぎて、あのミスした後のねリカバリーがパーフェクトだったんだよ。さらわったってこと。あ、それでも大事だな、確かに。そうそうそう、ミスした後のリカバリーってなんだい。みんなミスしないからさ、まずミスしたらどうしたらいいかわかんないんだけど、私はわかるんですよ、ミスしたら。で、嘘つくってこと。ごまかすってこと。あ、どういうミスしたの彼今まで。お金に誤差が出るとかさ。それどうやってごまかす。もうね、床を全部舐め回すように探すとか。どういうこと、どういうこと。お前それリカバリーって言われる。一生それ全然リカバリーになってないけどな。でそれで何が解決すんの。それでなかったことにする。ならないだろ。どういうこと。なるんだよ。頑張って探しましたって。ねじ曲げるの。努力やってもらう。なるほどね、努力ね。いや、もういいよって。赤見さんもそんなに調べてくれるからもういいよって。床に落ちてたらそれが誤差だからさ。うんうんうん、確かになかったことになるんですよ。そうそうそう、カルビが働いた頃でソロバンでしょ。だってそのレジも どうじゃん、できたもん。ソロバンソロバンできない。77歳だし。そうだよ、まだ現実が普及しない時代だもんな、カルビな。あれ、お前この前から一気に年取ったな。でも確かに77歳が。おい、真珠、お前大好きなカルビとナジョとプルの4人で遊んでどういうことだ。お前タイトル消えてるだろ、俺3年間。この予定で来たのに、なんか余計な3人がいたんだよ。ふざけんな、お前。思ったより。でも、なちょっとわかるよ。N で、うん。N から始まればな。先輩たち、うん、そう、うん、顔一緒なのやばくね、みんな。高木、これ、キャラ変えたかったな。高木、お前。あんだよ、なんだ。これもう俺ら、ちょっと全員同じ。全員同じなんだよ、これ。なんとかな。なんで全員同じなんだよ。決めさせてほしいな、さすがに。ね、なんか、おそ松、おそ松さんみたいになってる、俺ら。これカルビ遅刻か。え、どうやって入るのこれ。またすか、あの人。なんか感動してるわ。どうやって入るの。え、どういうこと。内装を決めた方がいいんじゃないの。商品棚とかなんもないぞ。あ、タブでまず家具置けって書かれてるわ、この。そうだよな。あ、やっぱり。誰、みんなで置く、みんなで置く。
まあ、みんなで必要なものは多分。じゃあ俺とりあえず冷蔵庫かな。あの1万1000円あるぞ俺ら予算。結構めっちゃあるじゃない。待ってレジは必要じゃない？さすがにレジは必要。あチェックカードか。レジってどこに？ごめんアップで。おおすごい。チャリンコ行ったよ。レジやばい、これやばい。あボタン忘れた。でも入り口出てすぐじゃねえかよ。でもありじゃない、ありじゃない、ありじゃない。でもこれいやもうちょい手前じゃない。あれファミレスとかこんな感じだよな。ね確かに。確かに確かに。でこっちこっち全部商品にすればいい。ここタバコだな。ここになんかこれ。いやでも信じ、これでもさ休憩行くとき置いちゃった。え、お待たせ。なんで勝手に置くの。もう二人目は意味がわからない。一人目はまだ分かったけど、二人目勝手に置くのは意味わからんだ。お前一人目で学習しろよお前。なあ。いやでも向き回転できんのかなって思ったら置いちゃったんだよ。いや1が2になるの意味がわからんわ。あでもぽいよ。おいおいおい、待て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 、冷蔵庫の数がやばい。いらないもん。もう冷蔵庫いらないって。いないからファミマさん、スーパー入ってくるやついないからさ。店開けた、店開けた。商品がねえよ。店開いたぞ。商品がねえよ。商品は ストレージシェルキャンオンリーピープレス。これか、これはストレージシェルキャン。やばい、入店した、入店してきた。お客様、お客様、やばいやばい、お客様、やばい、もうこいつら2回目は来てこないよ。ごめんなさい、お客様。パスタ、今白パスタ。シールだ、シールだ、シールだ、別のスーパーから買ってくるぞ、別のスーパーから。シールできた。待って待って、収納だな、お客様。帰れ、帰れ、帰れ、コールしてるって。帰れ、やばい。クレジットカード来た。は、暗証番号。なんか万引き犯みたいのいなかった今。お客様、いるいるいる。いるんだ、いるんだ。ちょっと使ってこい。お客様、お金のマーク、万引きだ。お客さん、番号教えて。殺せるの？殺すよ。殺すの？殺したい。こいつは何？これこれこれ。使うとかね。だから多分ね、アリケンが適当に会計して、それと普通にもらってないんだよ。おい、積んでる。いやいや、大丈夫。今だって食ってないから。俺いけないじゃん。ちょっと待って、金なくてレジ置けねえよ。どうすんだよこれ。待って、いけるいける。任せろ任せろお前。10.44 ドルでーす。おっせーしよ、デブのレジはよ。あのデブレジおっせーぞ。やばいやばい、なんかぶん殴ったナチョは。客をぶん殴ったぞナチョは。え、なんかもっと高いでって言ってたよ。もっと高いで。やばいやばい、ナチョさんやばいよ。いやいや、普通に虐待だって言われてる。違う。何やってナチョ。何もしてるじゃん。そんないきなりやるもんなのそれ。多分それ万引きじゃん。全員が殴ったら喜ぶわけじゃないんだよナチョ。これそういうわけじゃない。万引きの商品取り返した。え、これ取り返すんだ。これもじゃない、これもじゃない、これもじゃない、ナチョこれじゃない。やべえ、ミスった。4セント多く。あー、オッケー、万引きやりまいるわ。ちょっとさ、金なくて積んだから一旦作り直すよ、部屋。今増えてる増えてる、今増えてるから。いやいや、もうそれぞれじゃん。ちょっと待って、俺今あれだわ、あ、その1万円もらって商品渡して1万円返してた。は？逆に1万円返す？うん、フリーショップ。お前ほうき持て。首だお前。いやでも俺もできる、俺もできる、俺もできるから信じてください。いやいや、もう信用ならん。ちょ、次まで見てください。まあ水で常温がいいって人いるからね。まあ確かにね、常温好きいるからね。水なんてまだまだいるの。水なんてキンキンに冷えとけば。おい、ちょっと待って、おい待って、誰だこれ、犯人探すぞ。これ段ボールどこに置きゃいいの。おお、ちょっとあの、外、すいません、外のゴミ箱ある、外にゴミ箱。段ボールレジに投げたやつがいます、俺に向かって。おい、段ボールの処理わかんないやつ来い、こっち。高木君、誰だこれ投げたやつ。え、でもさ、アリケンずっとレジでさ、客いないのに立ってるだけ。いやだから今から忙しくなる。いらっしゃいませ、え、まだ。いや、いないから、いないから。そう、お前も手伝えよ。お前、お前はゴミだけ、ゴミ出せちゃんと。お前らは、はいはい、ちょ、声変わるよ、高木、お前ら、ちょっと。やばい、やばい、やばい、こっち、こっち、こっち。めんどいやつに目つけられた。めんどいやつに目つけられた。さすが店長、だってこっち。さすがエリマネ。エリマネは店長、ずーっと。お前、何、バイト始めて何週間？初めてのバイトなんだろ。あ、はい、初めてです。なんで真面目にやらねえんだよ。いや、あの、やってるんですけど、アリケンが邪魔して。いらっしゃいませ。
じゃあアリケンが悪いってことか。じゃあアリケン呼び出せばいいのかこれ。いやでもそれはやめてください。うん、お前もゴミ箱なんか私違いますみたいな顔してるけど気をつけろよ。いや本当に違うんですよ、私違うのにアリケンに私のせいにされます。いらっしゃいませー。アリケン悪いすぎる。嫌われすぎだろ。ゴミ箱ここ左クリックすれば何やったんだよ俺。やばいこいつら。カルビがやっちゃってからよ。チーズしか言わねえこいつら。プッサンが観葉植物置いてくれた。ナイス。かわいくない。おい50ドルだぞそれ。高いよ。でもお客様が来るかもしれないじゃんこれで。バイトが地下出すんじゃねえよ。ふざけやがって。めっちゃいい感じ。おい手焼いてるやつレジたまに入ってな。これやべ、これどうやって戻り方があるのよ。これさ多分閉店しよ。ほらこの客さばいたら閉店や。ラストワンショーだ。ラストワンショー。ラストワンショー。おめでとうございます。ただで投資下げ。じゃあラストワンショーだ。ラストワンショーやめろそれ。えっとでっしゃー。どうだ終わった。もうかったこれ。俺100人ぐらいさばいたのマジで。